明日天気になれ。おっさんず知恵袋。どういうことだろう。おっさんず知恵袋とは、はい、まあ、ヤフー知恵袋に、はいはいはい、まあ、日本全国からいろんな質問が集まってるわけですよね。で今回は、うん、キーワードを、うん、雑貨屋、うん、上司、うん、アルバイト、うん、とか、まあ、あとは、社長とか、うん、そういったキーワードで、はい、日本全国に集まっている困りごとだったり悩み事を、はいはいはい、おっさんずの知恵袋と題してちょっと質問に答えてもらいたいなというのが今回の企画です。はい、まあ、早速も聞いてみたいと思います。はい、熊吉さんからの質問です。はい、雑貨屋でパートで渋々店長として働いています。希望給が被りました。はい、一人は学生でもう一人は私と同じ後輩のパートです。彼女の希望給がほとんど土日や祝日が多くて、うん、希望時間も早番、中番がいいと言っています。うん、本人たちには言ってませんが、今まで結構休みも時間帯も譲ってきました。うん、シフトも毎度のように組みづらいです。うん、遅番の人が急に体調不良で来れなくなった時も、うん、自分たちの予定が優先で、はい、1時間多く出てくれたりもしません。うん、そのために休みであっても私が出勤していました。うん、やはり店長だから店長は我慢して休みを譲った方がいいのでしょうか。うん、仮に譲ってもらうとして後輩に何と言って変更してもらえば納得してもらえるでしょうか。うん、要するにスタッフさんの休みの希望を叶えてあげると自分が休みたい時に休めないよと、うん、どうしてくれんだと。そうです、俺は我慢するしかねえのかと。そうです。まずちょっと僕中村さんに聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか。なんかやり方がすごいいろいろ変わったかなって思うんですよね。なんかこうしてほしいって訴えたこともあるし、だけどそれでうまくいかなかったこともあるし、はい、でも実際に自分が店長としてというか現場の責任者としてアルバイトの人たちとかパートの人たちとかが自分の休みたい時とかぶったらどうされるんですか。僕とですか。はい、結構きついですね、そのシフトが組みづらいっていう時点で。譲っちゃいますか。基本は譲ると、うん、まあ、あとは直接ちゃんと話を、こういう予定が、まあ、もし自分にちゃんとした予定があったとしたら、はい、例えば子どもの運動会があるとか、優先順位を僕はここをこうしたいんだけどこういうことがあるからっていうことでそこは譲ってもらうか、うん、それ以外はあんまりないけど、基本的にもし希望給がかぶったら理由は聞きますね。その場合、アルバイトさんであること誰だろうと聞いて、うん、その中でどうしようかなってなるほどなるほど。佐久間さんどうですか。とりあえず、はい、僕がもし店長だったとしたら、うん、店長より上の人がいたとしたら、はい、店長より上の人に出れませんかって聞いてみる。代わりシフトに入ってもらえませんかって。なるほど。で、なるほど、もしダメだったら、うん、路面店だったら営業はしませんとかもあるかもしれないし、うん、ショッピングセンターでもなんとかなんじゃねえって、うん、絶対譲れない予定とかあると思うんですよね。うん、まあ、その場合はもうそうするしかないんじゃないかな。うん、なるほど。社長は、いやだから全員希望の通り休んで、うん、誰も店に行かなきゃいいんですよ。うん、知ったことかと。なるほどそれでいいと思うしあとは店長とスタッフさんだけで何とかするんじゃなくて、はい、うん、緊急の時に助けてもらえる代わりにシフト入ってもらえる人をやっぱりストックしとくっていうのが大事かもしれないですね。うんうん、ただこれはトップがこういう考え方だからっていうことで成り立つっていうか、うん、すごい特別なのかもしれないですね。うん、店長なんだからとか、うん、そういう風な感じになる方が多いのかもしれないですね。うん、だから例えば佐久間さんが店長で、うん、中村さんがスタッフで、うん、俺が上にいたとして出れませんかって言われたら、じゃあ臨時休業で OK って言うと。なるほど。でね、割り切らないとね、もう結構厳しいと思う。いや、確かに組みました。ありがとうございました。ありがとうございました。